札幌すすきのにあるタルゼンさんにやってきました。ここは料理が美味しいのはもちろんのこと、接客も素晴らしいお店なんです。大将はとても気さくで雰囲気のいいお店なんです。予約する際にテーブル席かカウンター席かが選べます。料理メニューはなくてですね、基本はお任せとなるのですが、追加オーダーは可能です。こちらはドリンクメニューになります。グラスワインの白を注文しました。こちらは突き出しの湯葉になります。上品な湯葉の香りと滑らかな舌触りが最高でした。ツヤツヤで美味しそうなお刺身の盛り合わせになります。ボタンエビはとっても柔らかくて甘みがたっぷりでした。中トロは口どけがよく旨味あふれる味わいになります。大将の包丁さばきに惚れ惚れします。こちらは富山産ホタルイカの味噌和えになります。適度な弾力があり酢味噌との相性もバッチリです。こちらは桜マスの塩焼きです。ふっくらした身とジューシーな脂が最高でした。こちらはうなぎの栗から焼きです。脂がしっかりと乗っていて味が濃くて最高でした。そしてこちらはクジラベーコンになります。ベーコンの甘みと辛みあるネギとの相性が抜群で無限に食べられそうな美味しさでした。メインのお寿司が到着しました。どれも本当に美味しそうです。イクラは甘くて濃厚で風味豊かな海苔も美味しかったです。甘エビはプリプリ食感が最高でとろける美味しさでした。ホッキ貝は肉厚で噛むほどに旨味が溢れ出します。ウニはクリーミーで濃厚、優しい甘さが口いっぱいに広がります。こちらはしじみのお味噌汁になります。マイルドな白味噌としじみの旨味が最高に美味しかったです。デザートの抹茶アイスはきめ細やかで風味豊かなお味です。ヨーグルトは濃厚ながらもさっぱりとしていて清涼感が味わえて締めにぴったりでした。タルゼンさんはいつ訪れても居心地のいい素敵なお店です。ごちそうさまでした。それでは最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。